一軍キャンプに帯同中の高投手、滝田投手、赤塚投手の大卒ルーキートリオ。今日最初に体験したのは、全長およそ120センチ、重さ30キロ。おととい日南市の油津港で水揚げされたキハダマグロの解体ショー。目の前で見る豪快なマグロさばきに驚きながら、おろしたてのマグロの味をかみしめました。このマグロはいろんな辛いことがあって、やっぱり荒波にも揉まれて、すごく頑張ってここにたどり着いてくれたんで、美味しいマグロです。続いては宮崎県産養殖うなぎのつかみ取りに挑戦。最初は恐る恐るだった3人も、なんとか掴んでこの表情。頭の皮を持って、そして自分たちで焼いてうな丼を作ることに。いただきます。あまりの美味しさにドラフト2位の高投手は、今日この後の予定はマグロ食べに行ってうなぎ食べたいと思います。つかの間の休日を満喫し、プロ1年目からのうなぎ登りを目指します。